小木原上州は、江戸幕府の旗本。通称は玄八郎。勘定奉行を務めた、小木原重秀の子である。妻は、中山下の森直義の娘で、村上彦太郎義勇の娘を5歳に迎えている。元禄5年11月1日に、時の将軍、徳川綱吉に、おまみを果たす。父、重秀の死後、聖徳四年三月十五日に、 重秀の死局を理由に三千国を原告され、越前国境軍のうちの七百国相続が許されたことを、若年寄りの鳥井忠秀により通告される。小不審入りし、謹慎のみとなるが、翌五年九月二十六日に許される。共放七年五月三日、和佐国東金寮に赴き、新規に開墾する地を調べる仕事を命じられる。 8月7日には御用を務めた褒美として、自福二両と黄金二枚を貸しされる。教法7年7月13日に、南町奉行の大岡忠助所属の大官となり、五万国支配を命じられ、同じく大岡支配下の大官、岩手新直と共に、薬料300票ずつを与えられる。教法14年11月24日、 支配所である武蔵区に入間郡下奥戸見村の名主の不正が発覚したことにより配越を止められるが、同年12月27日に許される。教法19年正月19日、江戸城西丸の五難度頭に任ぜられる。同年2月15日に佐渡奉行となり、4月22日には不意の着用を許される。5月26日に佐渡奉行所に到着。 もう一人の佐渡奉行、萩原美香と交代する。教法20年4月11日、左右とも不自由となり、医師の投薬により一旦は回復するが、18日に再度発病。4月26日、在任中に佐渡の地にて死去。同地の本天寺に葬られる。法名は引いたる。なお、この年のうる3月1日に、上州の妻、 数も死亡している。教法7年に、大漢の池田喜八郎喜隆氏と共に、数佐下宇佐国両国の見聞に赴くよう命じられた、上州は、東金に五万国ほどの荒地を発見したため、この地が神殿として開墾されることが決まる。同年5月の東金見聞に同行した老人、小林平六と野村自衛門は、元締め手代となり、教法12年9月に、 神殿開発方役人となり、武蔵野神殿経営を担当する。同14年12月に、年貢大能などを理由に二人は罷免される。二人の罷免を受けて、小林と野村が担当していた武蔵野神殿と上州、岩手を勘定奉行所属とするか、大岡は、老中の水野忠之に問い合わせているが、引き続き両名とも大岡支配下とし、 神殿も二人の支配とする回答されている。この後、上州は小林、野村の強引な年貢増長方針を修正したが、新田経営は十分な安定化は果たせず、年貢未進、死体が続いた。教法17年6月12日、武蔵国内の二万国の支配地増加を命ぜられる。相模国小田原藩の佐古川は、田中紀伊西へによる治水事業がなされた後、 川の両岸は岩手の支配地となるが、教法17年ウルー5月に岩手が死去した後、小木原上州が同地を預かり、さらに大岡廃家の実の正隆の支配へと移る。教法19年正月に上州が西条五南戸頭に転任した後は、同じく大岡支配下の大官上坂聖方がその支配地を受け継ぐ。武蔵野神殿の支配大館として、 幕府の年貢増長策に沿って年貢の徴収を行うが、玉郡新町村名主吉野屋文書によれば、教法12年頃までは、小木原の神殿経営は、必ずしも順調にはいかなかったことが知られる。佐渡国略記では、元六九年生まれとなっているが、村井敦氏は、関西重修諸家府、流英日時期とも、元六五年に、綱吉に、おまみしたと記載されているため、 これを誤りとしている。同様に、佐渡国略記で、去年40とされているのも間違いだと、村井の、勘定奉行、小木原茂秀の生涯には記されている。母は、帽子となっており、茂秀の制裁の子ではない。ABCDEFG、新帝完政重修諸課府第1 0四4 3ページ。村井敦志著勘定奉行、小木原茂秀の生涯。 新井白石が嫉妬した天才経済官僚集営写真書221ページ。ABC 村敦市長、環状奉行、小木原茂秀の生涯、新井白石が嫉妬した天才経済官僚集営写真書227から230ページ。本来は、大官は環状奉行に所属するべき役職であるが、大岡は関東地方御用係を検体しており、 関東の神殿開発や治水事業などの農政も司さっていた。なお、当初は北町奉行の中山時春も地方模様係を拝命しておりのり衆は中山の支配下でもあったが、中山が町奉行を辞した後は地方模様係は大岡一人の戦艦となる。武蔵国の多摩郡、入間郡、高麗郡、新座郡の四郡八十二家村、 国高にして一万国以上の地を鑑賞 ABC、専用類集。大石学部長。大岡忠助吉川博文館。152から152ページ。この一件は、外部の人間により発見されればその罪は、さらに重くなっていたが、同じ大岡忠助支配の役人である、超部行所の同心からの告発であったために軽い罪で済んだと、 完成重修書家父に記されている。佐渡国略記。大石学部長、吉宗と教法の改革東共同。出版、63から64ページ。258から263ページ。同、大岡忠介吉川博文館。152から153ページ。西沢厚男著。大館の日常生活エドの中間管理職。講談社選書目チへ。70ページ。 大石学部長、吉宗と共法の改革と共同、出版、63から64ページ、258から263ページ。大石学部長、共法改革の地域政策、吉川博文館、219から222ページ。渡辺則彦著、大館、川崎平門の辞席、20ページ。共法7年の見聞は、老人2名が、 カズサ、シモウサの両国に、神殿開発が可能な土地があると目安箱に投書した、ことがきっかけで行われたもので、歴史学者の大石学は、小林と野村が、この二人の老人であるという見解を示している。大石学部著、大岡忠介吉川博文館、163から167ページ。同、共法改革の地域政策、吉川博文館。 284から291ページ。大石学部長、教法改革の地域政策、吉川博文館、292から294ページ。大石学部長、大岡忠介吉川博文館、172から176ページ。大石学部長、教法改革の地域政策、吉川博文館、257から272ページ。 ありがとうございます。